しみください。私たち片栗粉伝説です。よろしくお願いします。はい、私たちのオリジナル曲がサブスクで聴けるようになっています。カタカナで片栗粉伝説と調べてぜひ皆さん聴いてみてください。お願いします。お願いします。はい、クイナオレフェスということでね、皆さんラーメン食べましたか？食べた人。寒いからね。あ、すごいね、めっちゃ匂いがさ、美味しそうです。すごい良い香りがして、ね、私たちも食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。食べてしまいまして。そうなんですね。ぜひぜひあのそちらでね、500円から食べれますので、うん、ぜひ食べてみてください。はい、はい、片栗粉伝説はですね、普段4人で活動してるんですけれども、先ほど説明があった通りですね、今日は2人で頑張っていきたいと思います。はい、そしてですね、片栗粉伝説のオリジナル曲がですねありまして、その曲に関してはあのいないメンバーの天の声が流れたりするんですけど、ね、代わりにさっきね、そう、さっき、あ、そうだね、確かに確かにいない子の声が流れてたと思う、あれを天の声と言います。片栗粉伝説では、あ、そうです、そうです。だからね、初めて見た方とかね、ちょっとびっくりしちゃった、あれこれ歌わなくて大丈夫なやつとかね、思うと思うんですけど、あの、ね、いないメンバーのあの声になりますので、ぜひぜひね、コールとかもしていただけたらなと思います。お願いします。お願いします。それではまだまだ楽しんでいきましょう。はい、聞いてください。ジョバンニ、ヨウジョバンニ、誘ってもっと What's your name? Go ジョバンニ、 So jumpy jumpy right away。 ヨウジョバンニ、誘ってもっと What's your name? Go ジョバンニ、 So jumpy jumpy right away。
天気愛してやわれ。この写真が1枚無料でついてくるのでぜひ遊びに来て